練習機、練習機、練習機、A、トレーナーとは、操縦士の操縦訓練に使用される、航空機のことである。訓練機とも呼ばれる。自社要請を行う、航空会社や民間のフライトスクール、軍の訓練部隊などで利用される。航空機が登場した当初は、実用機との兼用だったが、 1910年頃から矢のような専用の練習機が開発されるようになった。さらに航空機の高性能化が進むと訓練が必要な要素も増えたため多彩な機種が開発された。それに伴い実戦に至るまでの訓練期間も延長されている。かつては飛行訓練では段階を追った飛行訓練ができるように初等練習機、旧日本軍では初歩練習機とした 基本練習機あるいは中等練習機、旧日本軍では中間練習機とした高等練習機と段階に合わせた機体が用意されていた。また、輸送機などの大型機、多発機とも呼ばれるやヘリコプターの訓練にも専用の機体が用意された。現代ではパイロットの飛行適性は面接と医学診断である程度は判定できることに加え、 練習機の効率的な運用も求められるようになり、初等基本の過程は同一の機体で対応、景気飛行に対応した機体で、景気飛行訓練を行った後、専用の高等練習機は使わず、10機、福崎や運行中の機体への同乗訓練や、フライトシミュレーターで訓練することが多くなっている。また、初等訓練過程や、大型機、ヘリコプターの訓練に、 軍民の違いはないことから、これらを民間のパイロットスクール等に委託し軍は、戦闘機パイロットの教育に特化する国も多い。なお、気球や飛行船は練習専用機が存在しないため、最初から実機で訓練を受ける。未熟な訓練生でも安全に扱える、操縦性、飛行特性の良さが求められるほか、軍用の練習機の場合はスピンからの回復訓練も、 行う必要があるため意図的にスピンに入れても、回復が容易なよう良好な寸特性も求められる。コックピットは訓練生と教官が座る、関係上複雑式が採用され、教官が訓練生のミスをカバーできるように、機械式のリンクを有する二重操縦系統を持つ。座席配置には座席を前後に並べるタンデム配置と左右に並べるサイドバイサイド配置の2種に分けられる。 タンデム配置では、教官は後ろ、訓練生は前に座る。機体中心線上での操縦となり早い段階で、訓練生に自立心を持たせやすいため、戦闘機パイロットの要請に向くが、欠点として教官から訓練生の操作が見えず指示が、しにくい。また教官側の前方視界を確保しにくいため、現在では、後部座席の位置を若干上にする、スタジアムシーティングの採用が主流である。 サイドバイサイド配置では、教官は右、副操縦士席に、訓練生は左、機長席に座る、ヘリコプターは逆ことが多い。訓練生の操作が、教官から見えて本を見せることもできる。大型機と同じ配置であるため輸送機や旅客機のパイロット要請に使われる。欠点として、操縦席が機体中心線上から外れ、訓練生は、 スロットルレバーを右手で操作することになるため、特に戦闘機タイプの機体で主流のタンザキやタンデム福座機とは感覚が異なる。対策としては、スロットルレバーを左手で操作させるためあえて右側に訓練生を座らせるような設計の機種もある。回 -260。初等訓練は民間の自家用操縦士の資格取得に相当する。初等練習機は、 不慣れな訓練生の操縦に対応した設計が求められる。この段階では頻繁な指導が必要であり、また訓練生の将来の適性も不明であるため、初心者のそばでアドバイスしやすくまた、ミスをフォローしやすい、サイドバイサイド配置が主流である。訓練生と共感の2名だけか、後部に補助席を追加した小型機が多い。かつては安定性を重視し、実用機では、 単用機への移行が進んだ後も、あえて副用機を使用することも多かった。現代でも安定性や、下方の視界を確保するため、単用でも、公翼式やパラソル式を採用した機体もある。この段階では高度なアビオニクスの操作は必要ないため、基本的なアナログケーキが見やすいように配置された、伝統的なレイアウト、ベーシックティーのケーキ類が主流である。 エンジンは整備しやすく安価なレシプロエンジン主流だが、軍隊では燃料を統一するため低出力のターボプロップエンジンにリミッターをかけて運用することもある。また環境規制によりありなまりの航空用ガソリンに対する税金が上昇しているため、民間でもジェット燃料が使える航空用ディーゼルエンジンの採用がある。未熟さゆえの荒い操縦や頻繁なタッチゴーに 耐えるため信頼性、耐久性が重視され、固定翼の飛行機では、固定足が、ヘリコプターでは、固定式のスキッドが多く採用されている。航続距離は求められないため燃料タンクは小さい機体が多い。軍隊では、地上からも視認されやすくするため、よく目立つ色に塗装される。かつては、オレンジや黄色が多かったが、現代では塗装コストを減らすため、 白地に視認性の高いラインを入れることが多い。過去に製造された代表的な機種として、ボーイングステアマンモデル75、デファビランドタイガーモスなどがあり、これらは、極技飛行能力も備えている。現代デモなど軍用に開発された初等練習機は、極技飛行が可能にされているほか、SF-260 や T67、ファイアフライのような極技飛行能力を備える、 スポーツ機が転用されることもある。練習専用ではないが、セスナ172や、ビーチクラフトボナンザ、ロビンソン R22 などの軽飛行機や、小型ヘリコプターは求められる性能を満たしながら、低価格であるため、基本的に、極技飛行を訓練する必要がない民間では、練習機として広く利用されている。T-34 のように民間向け軽飛行機を、 ベースにして開発された機種も多い。実用ジェット機の黎明機には、初等練習の段階からターボジェットエンジンを搭載した T-37、フーがマジステールなどを使用した国もあったが、初等訓練では飛行適性を欠いたものを振い分けるほども存在するため、その目的でジェット機を用いるのは、コストコート墜落リスク及び訓練生への負担増があり、 現在はあまり行われていない。近年では、エアラインパイロットの訓練として、初等訓練の段階から機長と副操縦士の連携を重視した、実際の運行状況に近い訓練法、マルチクルーパイロットライセンス、MPL が普及している。そのため、ダイヤモンドやクラフト DA-40 のように、小型ながらも操縦席のキャパシティに余裕があり、 実用機に近いグラスコックピットを採用した練習機が選択されている。シーラス社の SR シリーズは旅客機並みのオートパイロットやキーボードコントローラーを搭載しており、早い段階からエアライン機の運航を想定した訓練ができるため、航空大学校をはじめエミレーツ航空や全日本空輸を含むスターアライアンス加盟航空会社のパイロット訓練を 受け負うルフトハンザーアビエーショントレーニングなど各社に導入され、エアラインパイロット要請の初等訓練機としてのシェアを拡大している。かつて景気飛行に対応した広報装置が小型化されていなかったため、広報装置を搭載した中型、大型機に複数人が乗り込んで広報士の席で訓練を行っていた。また、古典的な転速広報も重要であったため、大型機には 機体上面に転速窓が設置されており、同時に転速工法の訓練も行っていた。現在では広報装置の小型化により、小型の練習機にも搭載できるため、対応した練習機を利用する。また、転速工法やアナログ計器とフライトコンピューターを併用する伝統的な推測工法の訓練によ、各種の電波広報装置やオートパイロットシステム、 グラスコックピットの操作など複雑化したアビオニクスの訓練に時間が割かれるようになっている。景気飛行の訓練はサイドバイ、サイド式の場合は視界を制限するバイザーやゴーグルを訓練生につけて、タンデム式の場合はフードで視界を遮った鉱石から訓練生が操縦する形で行う。ヘリコプターでは景気飛行訓練が行えないため、まず固定翼機で、 景気飛行訓練を経てからヘリコプターに移行するのが一般的であった。現在では EC-135 など景気飛行に対応した機種が登場したことで最初からヘリコプターで訓練することも可能になっている。ビーチクラフトモデル18にはアメリカ陸軍航空隊、アメリカ空軍の前進向けとして機体上面に転速窓を追加した。 AT-7 ナビゲーターが製造された。基本、中等訓練は民間の事業用操縦士の資格取得に相当する。基本、中等練習機は変態飛行などより高度な訓練を行うため実機に近い特性の機体が選ばれる。戦闘機パイロットの要請ではより実機の戦闘機に近いタンデム配置の機種が利用され、現代ではジェット機のほか。 ジェット機に操縦特性を似せたターボプロップ機、エンジン出力は、第二次世界戦機の各国のレシプロ戦闘機と、同程度なことが多いが利用されている。武装したコイン機や各種機器を搭載する観測機として、実用に耐えうる機体も多く、実際に、大小の紛争、戦争に投入されることもある。RFB ファントレーナーは、ダクテットファンにより、低速ながら、 ジェット機に近い特性であり戦闘機パイロットの訓練機として売り込まれた。現代の代表的な機種としては、ジェット機では T-4 や JL-8 カラコルム、ターボプロップ機ではピラタス p c 9やエンブライルインブ -312 などがある。大型機パイロットの訓練には主に双発機が用いられ、ビーチクラフトバロンのような双発系飛行機や、 ビーチクラフトキングウェアなど、比較的小型のビジネス機や軽輸送機が利用される。アメリカ空軍で使用される T-1 やその航空自衛隊使用にあたる T-400 も、ビジネスジェット機のォーカー400を改造したものである。ヘリコプターではこの段階から実機を使うことが多い。戦闘機のパイロットを目指す、本格的な過程に進む場合は、 高等練習機ないし戦闘機の複雑型において基本的な戦闘訓練などを行う。この段階から機体塗装がより実践的なものになることが多い。第二次世界大戦中は T-6 敵3が、Z 機が登場してからは T-33 が高等練習機として広く普及した。超音速時代に突入したばかりの頃は、超音速飛行は、 音速以下の飛行とは隔絶した差があると考えられており、戦闘機にかなり近い性能をもしくは、実機の戦闘機、攻撃機の派生系である、超音速練習機、T-38、回 -5 戦闘機の姉妹機、T-2、後 T-2 をもとに回、回 -1 戦闘機が作られた、ジャニュアを用いる国もあった。 しかし現在では超音速飛行とそれ以下の速度での飛行にそれほどの差はないと認識されたため最高速度が高音速、1音速域にとどまる音速機が主流でや、その場合中等ジェット練習機とはスペックも似通ってくるため両者の区別はやや曖昧となる。現代の代表的な機種としてはアルファジェット、ホーク、L-39 などがある。 近年は、ピラタス PC-21 のようにこの分野でも、ターボプロップ化を進める動きが見られる。実機に近い性能を有することから、高等練習機も武装できるものが多い。さらに短座化して、本格的な攻撃機に発展させる、カイ -1、ホーク MK200、L-159 など場合もあるが、短座化して、千人機としたところで、 練習機に毛が生えた程度の性能にしかならず、軽攻撃任務程度なら、わざわざ短座化しなくとも十分に果たせるため、あまり広まってはいない。大型機パイロットの訓練では実機に乗り、パイロット以外の乗員、航空士を目指す訓練生と一緒に訓練を受ける。近年は、戦闘機のアビオニクスが高度化しているため、その操作に慣れて効率よく作戦機に移行できるよう、 現代の戦闘機に近いアビオニクスや、並走搭載能力を持つリフト、リフト機、リード、インファイタートレーナー、戦闘機前段階練習機の略という、上級高等練習機が登場している。代表的な機種として M-346、マスター、T-50 ゴールデンイーグルなどがある。では、フライトシミュレータ機と同じソフトウェアを搭載し、 武装の使用を含む全ての訓練が可能なフルミッションシミュレーター FMS によりリフト機の追加導入を不要としたことがセルスポイントの一つとなっているかつては広報や通信機器の操作が複雑なため大型機では1000人の広報士や無線員が担当していたが戦闘機のような短座機では操縦士か操縦と並行して行う必要があったこれらの技能の習得には 時間がかかるため、後方、無線、爆撃、射撃などの専門訓練と緊急時の対応訓練を行う、機上作業練習機が用意されていた。現在は、後方や無線に関する操作は、機器の進化により簡素化され、これらの訓練は操縦訓練と並行して行われる。一方で、爆撃機や、哨戒機などといった大型機に乗る、操縦士以外の乗員、 航空士が内作業に習熟するため、内部20機と同等の装置を搭載した、訓練機は現在でも利用されている。ビーチクラフトモデル18には、アメリカ陸軍航空隊向けとして、爆撃機の射撃手や爆撃手の訓練のため、爆撃手席や透明、張り出し、胴体化に爆弾化を追加した AT-11 換算が製造された。 YS-11 の派生型として、海上自衛隊向けに紹介機の航空士を養成するための紹介機材を搭載した YS-11TA が製造された。第二次世界大戦で代々的に使用されたリンクトレーナー、別名、ブルーボックス以降、練習機のフライトシミュレーターで景器の配置や機体の特性を把握した後、 実機の訓練に移行することで無駄な飛行時間を減らし、燃料代と訓練時間を抑えるのが主流である。コックピットが覆われていないタイプでは、教官が横からアドバイスできるため、短崎やタンデムでもサイドバイサイドのような指導が可能である。軍隊などスケジュールが決まっている組織では、天候不良や点検などで飛べない時間を利用して訓練を行うことができる。 緊急対応訓練では、離陸直後に全エンジン停止、飛行中に操舵不能など実機では、再現が難しい訓練でも、乗員や機体を危険にさらすことなく反復練習が可能である。また後方訓練では長距離かつ複雑な航路をたどるなど、燃料代がかさむ、長時間飛行を低コストで行えるなどメリットが大きい。戦闘機の性能向上が進み、 Z 機が登場した第二次世界大戦終盤頃から、短座戦闘機への転換訓練用に、共感石を増設した練習機型が製造されるようになった。共感石の増設に伴い機内燃料と材料が減少したり一部装備、機銃やレーダーなどを省略、廃止することはあれど、機体性能そのものに大きな変化はなく、短座機と同様に武装すれば、 実戦投入できる機体が多い。ここから、さらに専用の複座戦闘爆撃機などへ発展することもある、カイマイナス 15E、ミラージュ 2000N など、また上述したように、最高等の練習機として使用されることもある。最初から複座型のみの戦闘機では、小改造もしくは無改造で、練習機に転用できる機体もある、カイマイナス4、カイマイナス14など、 現在は、フライトシミュレーターが発達したことで、研究開発費、製造費は元より飛行を指示管理のコストも、高額になりやすい新英機の中には、練習機を兼ねる複雑型を用意しない機種も損する、回マイナス二十二回マイナス三十五。なお、爆撃機や偵察機にも、キャンベラやイールマイナス二十八のように操縦士が一名の、機種や u マイナス二や、 SR-71 のように操縦が難しく、習熟が必要な機種には、練習機型が用意されたものがある。なお、領空が狭く訓練空域が確保できない国や、天候が不安定で、訓練飛行に危険が伴う国は、練習機の保有はしないか小規模に止め、海外、アメリカなど、に、飛行訓練を委託している。前者の一つであるシンガポールは、オーストラリア、 フランス、アメリカなどに練習機部隊を派遣して訓練を行っている。校舎の一つであるドイツはかつては自前の練習部隊を保有していたが近年はアメリカ空軍に候補生を派遣して練習を委託している。使用する練習機はアメリカ空軍と同じだがドイツ空軍に所属。ルフトハンザドイツ航空もアリゾナ州に訓練センターを有している。ヨーロッパには このような国が多いため、カナダ空軍では、ナトーカ加盟国軍のパイロットを合同で育成するが、実施されている。初等訓練では安価で、低速なグライダーが用いられることもある。民間のパイロットの多くは、グライダーのクラブで、操縦感覚をつかみ、飛行機にステップアップすることが多い。軍隊でもかつては、グライダー家庭が、初等練習だったが、現代の先進国では、最初から、 初等練習機を使用する。イギリス空軍には各種グライダーを使って最初等訓練を行うが存在する。防衛大学校では航空機の運用全般を学ぶための教材として飛行機よりも低コストなグライダーを利用している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。